な成長虹色動画。今日は紫色草、みんなで介護予防、無理せず楽しく活性化。本日のテーマはですね、記憶力チャレンジ、どんぐりコロコロじゃんけん。はい、レモンちゃん本日もよろしくお願いします。シャース。はい、ちょっと鼻声、病み上がりですけどもね、風邪を乗り越えて運動会やってきました。楽しかったですか？うん、頑張ってました。リレー戦も選ばれてね、走ってましたね。はい、まあ徒競走出だしね、スタート聞こえにくかったね、あれね。まあそれもある。うん、ね、出だし一歩反応遅れてしまって、まあまあでもそういう経験も大事でございます。あとレモンはなんか6レーンになって一番聞こえにくかった。そうや、一番外側やしな。あれ、そうそう、コーナーのとこちょっと位置取り難しかったよな。でも南中ソーランむっちゃ良かったね。どんなやったっけ手のこのしなやか良かった。まこっちがむずい。左むずいね、これな。全然できひん。最後ちょっと待って、これあの介護予防の紫色草で関係ないけど、南中ソーラン親子でやるのも何色草でやろうか、なんか色でやろう。赤でやるか、赤か柑橘系の巻きでやろうかな。オッケーオッケー。まあそんで今日は介護予防でございまして、さあ今日のはね、脳トレ効果抜群でございます。まずどんぐりコロコロの歌を手拍子で歌っていきましょうね。レモンちゃん分かりますね。うん、さあみんなで大合唱行ってみよう。手拍子でどんぐりコロコロさん。はい、どんぐりコロコロどんぶりこ、お池にはまってさあ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。 OK。 これ再生リストの方で、これの歌体操は別で、アップしてますので、それをご参考ください。今日はタカちゃんが勤めている、デイサービスのところに来てくださる音楽療法の先生から学んだむっちゃ脳トレ効果の高い体操でございますが、どうするかというと、振り付けは1個だけです。それを繰り返します。まずどんぐりコロコロ、じゃあどん、あ、パン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 くる、これだけ。これをどんぐりコロコロ、この後にじゃんけんを入れていきます。ポンポンくるくるじゃんけんほい、これを4回繰り返します。この歌を1曲歌う間にこの1セット4回繰り返しますので、じゃんけんを4回します。そしてリーダーと参加者、だからレモンちゃんが何回勝ったかを、僕に何回勝ったかを覚えといてください。これ難しいですよ。こう体操と歌も歌いながら、じゃんけんで勝った回数をカウントで覚えていく。そして最後に聞きますから、これはね、もう全身運動で指先も使って、そして短期記憶にもアプローチ、まさに最高の脳トレ体操でございます。アイコは今回、まずは覚えないでいいです。さらにレベル上げていくのであれば、アイコ何回、勝ち何回、負け何回も全部覚えることができたら、その方はもう認知症知らずでございます。ボケ知らず。ちょっとチャレンジしてみる。チャレンジする。 OK。 それではまあもうなんとなくいけるね。もういきなり、そしたらいきますよ。それでは、はい、記憶力チャレンジ、どんぐりコロコロじゃんけん、何回勝ったか覚えていれるかな。3、はい、どんぐりコロコロどんぐりこ、お池にはまってさあ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。さあこれはもうタカちゃんパン吹っ飛んでおります。さあレモンちゃん、何回勝ちましたか？1回。当てました皆さん。もう僕もこうしてたらもうこのぐるんぐるんで記憶ポンポン飛んでいきまして、1回。最初なんか2回アイコやってんな。確かな。ほんで1回勝って1回負けたんか。うん、ということは正解ということで、またこのテンポ上げてもう1回いきますよ。なんでタカちゃん答えられてへん。あ、ほんだ最後にタカちゃん絶対もう覚えられへんから、あの、じゃあまあ、わか、いやまあ分からんけど、最後にはレモンってリーダーでやって、次一回テンポアップで挑戦して、もうできるなら勝ちと負けと引き分け全部覚えてられるからチャレンジだ。それではいきましょう。記憶力チャレンジ、どんぐりコロコロじゃんけん、いってみよう。テンポアップです。3、はい、どんぐりコロコロどんぐりこ、
お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。さあ何回勝ちましたか？1回で、うん、アイコが1回、ムケが2回、うん、え、当たってました。もうごめんなさい、僕ほんまに覚えてられへん。当てたよ。あーすごい。うん、そしたら最後はあえてゆっくりとお願いします。タカちゃんがあの参加者しますから、ゆっくりでレモンちゃんリーダーでお願いします。どんぐりころころぐらいでいって、そしたらタカちゃんも覚えてられるから、いきましょう。3、はい、どんぐりころころどんぐりこ、お池にはまってさ大変、土壌が出てきてこんにちは、坊ちゃん一緒に遊びましょう。よしよし、タカちゃん、あの買った回数だけ覚えてます。買った回数タカちゃん1回です。当てるやろ多分。あとはもうちょっと忘れた。アイコが1回、うん、レモンな、うん、勝ちが2回、うん、負けが1回。もうあなた確かもう当分あと50年はボケないでしょう。まあもうそりゃそうやな。まだ8歳、何歳だったっけ。9歳でした。まだ9歳やもんな。はい、ということで今日はねレモンちゃんとの間でやり取りしましたんで、若干テンポが早めでいきましたが、これ介護予防サロンでやるときは、認知症カフェとかでやるときは、少しというかだいぶテンポを遅い感じでやってください。遅いとやりにくい。いやまあそうやりにくい、早い方が覚えやすい。あ、そういう考えもあるか。まあほんならそうやりながら超いい感じのペースでテンポでやってください。ただこれすんごくいいね。そうかね。だってあなたはさ脳がピチピチやから、これもう47の僕にとってはもうあれじゃんけんしながら、あれ使ったかな負けたかな、あれ次振り付けどうやったかな、あれ次手拍子やったかな、もう歌詞なえたかなって、もう全部使うから。どんぐりこって言ってた。どんぶり、もうだそこまで意識回らへんね。うん、あどんぐりころころどんぶりやねんね、歌詞がね。歌だけ歌ったらそれ意識できるけど、この脳トレチャレンジしたらもうそこも意識できないので、あーあーとか言いながら脳がいいになります。これすなわち活性化。おーいいですね。それすなわち活性化。おーいいですね。これね、足手でいって。あでもそんなあなたが素敵よ。はい、というわけで今日もね、レモンちゃん、闇上がりのレモンちゃんね、体育祭明けのレモンちゃん、運動会明けのレモンちゃんにお付き合いいただきまして、皆様にお付き合いいただきまして、介護予防のスペシャリストタカちゃんがね、介護予防に役立つアクティビティをお伝えしてまいりました。これからもいっぱい介護予防を勉強して楽しく発信していきます。いいね、チャンネル登録もよろしくお願いします。皆様の素敵な未来にスマイルハッピーパウダー。